岸の里玉出駅は、大阪府大阪市西成区玉出東一丁目にある、南海電気鉄道の駅。駅番号は、NK06。元々は、岸の里駅と玉出駅という二つの駅で、南海本線と、高野線の連絡駅は岸の里駅だった。高架化以前は、現在の潮見橋線との分岐付近に、本線岩の里駅が、現在の玉出口付近に玉出駅が存在したが、 両駅の駅間距離がわずか 0.4km しかなかったこともあり、1993年4月に南海本線が高架化された際に両駅が統合され、岸の里玉出駅となった。また、玉出駅と関連性のない高野線、塩見橋線側の駅も混乱防止のためそのまま岸の里玉出駅に名称変更した。しかし、高野線、塩見橋線側の駅は、 名称変更時点であってもまだホームのリニューアルが行われていなかったため、現在から見ると1から2世代前のスタイルの駅名標を名称変更後も引き続き使用していた。1885年に南海本線が開業した際には後に高野線との交点となる地点に駅はなかったが、1913年に岸の里駅が開業した。玉出駅は1907年の開業である。 高野線の岸の里駅は、高野鉄道開業時に開設された、勝間駅を前進とし、安倍野駅への解消を経て、南海本線と高野線との連絡線が開設された際に、南海本線の岸の里駅に統合された。なお、並走する大阪メトロ四つ橋線に玉出駅がある。四つ橋線には、岸の里駅もあるが、東駅より天下茶屋駅が近い。 高架構えに使われていた高野線旧ホームの後旧ホームに続いていた階段の後合計4面5線のホームを持つ高架駅である。ホーム配置は東から高野線、南海本線、塩見橋線の順。駅の南場寄りで南海本線と高野線が大きく分岐している。関係上、高野線ホームと南海本線、塩見橋線ホームは 連絡通路でつながっている。しかし距離があることに加え、南海本線、高野線の優等列車は当駅を通過するため、南海本線と高野線の相互の乗り換えは、一つ隣の天下茶屋駅での乗り継ぎを奨励している。また、当駅から南場へ行く際も、4番線からの乗車を推奨しているようであるしか、止まらない、萩の茶屋、今宮恵比と書かれている。ただし、 2005年のダイヤ改正以降、昼間時の停車列車は、南海本線より、高野線の方が多いため、時間帯によっては4番線で待つよりは2番線に、回った方が早く、南場へ着く場合もある。高野線は、南海本線の高架構えは、地平の南海本線をまたぎ越して塩見橋方面へ、直進していた。地平時代の塩見橋線のホームは、 南海本線をまたぐ鉄橋のすぐ東側にあり、その東に高野線と南海本線を結ぶ連絡線分岐、そのさらに東の半海電気をまたぐ位置に高野線級ホームがあり、潮見橋線ホームと高野線級ホームは連絡通路で結ばれていた。なお、この高野線級ホームは1970年11月に設置されたもので、それまでは、 南波発着の高野線電車は各駅停車も通過扱いであったため、塩見橋線の電車が住吉東まで運転されていた。ホームは3階、コンコース及び連絡通路は2階にある。改札口は南波寄りの岸の里口、和歌山市寄りの玉出口の2カ所。高野線ホームの高野山寄りには改札口はない。かつて塩見橋線のホームが独立していた時は、 高野山方にもあったが、塩見橋線が南海線の横に停車するようになってから閉鎖された。また、玉出口から高野線及び塩見橋線に乗る場合は、南海線ホームを経由して、岸の里口側に回る必要がある。なお、改札口は1998年10月に自動改札化されたがピクトグラムは未だに係員改札の表示となっている。なお、 岸の里口、玉出口両改札側とも、校内に自動販売機があるのみで売店がない。効果完成後、しばらくは、両改札側に売店が存在していたが、共に閉店した。玉出口改札は、朝夕ラッシュ時を除き、無人化されている。便所は改札内に2カ所あり、いずれも男女別の推薦式。また、ユニバーサルトイレも男女別に設置されている。 前日の通り、5番線は、ホームのない通過線のため、ホームとしては欠番である。2019年時の1日平均乗降人員は7226人で、南海全100駅中43人である。開業後の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。岸の里口周辺は、住宅街となっている。南海本線と潮見橋線の連絡線跡地などに、 住宅やマンションが立ち並ぶ。玉出本通り商店街玉出口の西側には商店街があり、東側は住宅街である。2013年3月末までは、赤バスの西成西ループ、西成東ループが乗り入れ、玉出口西側の国道26号に、玉出中1丁目、玉出口東側の半壊電気半壊前沿いに、玉出東2丁目の2カ所の停留所があった。 また、2014年3月末までは、岸の里口西川の国道26号に、岸の里三丁目停留所があった。乗り入れていたのは、大阪市営バスが運行する47号系統で、行き先は、地下鉄昭和町経由阿部の協業と地下鉄、住の江公園業であった。2009年1月公開の映画、大阪ハムレットのロケに使用された。ありがとうございます。